電研の中村です。ゲノムアノテーションそもそもということで、まあ、ここ20年ぐらいゲノムアノテーションをやっているので、その紹介などをざらっとやっていきたいと思います。自己紹介ですが、ツイッターだと安和です。で、今までどういう仕事をしてきたかっていうと、引用が多いものから見るとアラビドプシスのゲノム、それから、シネコシスティスですね、これ卵巣のゲノムで、トマトのゲノム、コドン有精児で、あとは根粒菌のゲノムとか、まあ、こういったことをやってきております。で、うちのラボでやってる最近のプロジェクトとしてはゼニオ系で、これが、10月5日にパブリッシュされました。で、ゴムの木はこれはブリヂストンさんと一緒にやってるので、論文は多分当分でなんですね。で、温州みかんは今インプレスでもうすぐ出てくると思います。で、もう一つ DDBJ というのをやっていまして、 DNA データバンクオブジャパンというものをやっていまして、それは INSDC の中の一員であると。で、NCBI のジェンバンク、それからヨーロッパの EBI の中にある ENA、ヨーロピアン・ニュークレオタイド・アーカイブと一緒に INSDC という一つの大きなデータベースを作っているということをやっています。で、大体140人ぐらいがこれに関わって働いておりまして、まあ、非常に大きい。で、DDBJ はちょうど今年で30周年を迎えまして、まあ、非常に大きくて古いデータベースであるということです。で、トラッドの昔からやっているアノテーション付きの DDBJ というデータベースと、まあ、それから NGS のデータを収めた DRA というもので、それを束ねるバイオプロジェクトとサンプルといったデータベースがあります。で、オープンではないものとしてはアクセス制限付きの JGA という、まあ、人の、ジェノタイプとフェノタイプを収めたアーカイブなどもやっています。で、まあ、突然なんですが、漢字っていうのはダイレクトにですね、ヒエログリフ的にですね、絵から来ているもので、まあ、山の絵が山になって、川の絵が川になって、太陽のイメージが火になっているわけですけど、もうちょっとソフィスケートされたイメージを表すことができて、私っていう字はこの無の部分っていうのはですね、もともとは四角でして、これ限られた空間を意味します。で、こっちは当然稲の方を表しているので、この私っていう字は稲の方をプライベートな空間に収めることを表す漢字です。で、こちらの公っていうパブリックっていう字は、これはまあ、私のこっち側と同じで閉ざされた空間なんですが、閉ざされた空間をこう押し広げるっていうイメージが上で、これはパブリックっていう意味ですね。で、プライベートに収められがちな塩基配列っていうのをパブリックにすると、私を公にするっていうのは我々の仕事になります。で、まあ、アノテーションそもそも論なんですけれども、アノテーションっていうのを辞書で引きますと、まあ、注釈って書いてあります。で、語句や文章の意味を分かりやすく解説すること、またはそれをした分、古典を注釈するとか注釈を加える、まあ、私がやってきたのはゲノムを注釈するっていう仕事をずっとやってきました。で、アノテーション、アノテーテッドアリスっていう本がありまして、これは、注釈付きアリスっていう本ですね。で、まあ、ルイス・キャロルっていう、まあ、数学者がですね、まあ、英語とフランス語を一緒にしたり、英語の単語を3つ4つくっつけて新しい単語を作っちゃったりしていて、英語のネイティブスピーカーにもよく分から、読んでもよく分からないので、それはこういう意味ですよっていうような注釈をつけてある本があります。まあ、これマーティン・ガードナーという人が、書いてるんですが、彼も数学者でして、奇妙な論理みたいなんですね、偽科学の本を出してたりするので、まあ、この人も相当面白い人なんですけども、まあ、マーティン・ガードナーという人がルイス・キャロルの文章を読み解くための注釈をつけた本っていうのが出ていたりします。こういうのがアノテーションです。で、遺伝子というのは、まあ、唐突に出てきますけれども、 DNA の海の中にところどころに遺伝子がいて、まあ、昔の分子生物学者っていうのはこの遺伝子を一本釣りしていたわけです。何か潰すと何か起こった場合みたいな感じだったんですが、今はゲノムを全部読んでしまって、で、遺伝子全部捕まえちゃうよみたいなプロジェクトが動いているわけです。で、 DNA を読めば生物の設計図が全部得られるみたいなことはよくまことしやかに言われてるんですが、あんなわけはなくて、読んでみると、があって、まあ、今時のシーケンサーを使いまして読んでみると、まあ、読めることは読めるわけです。で、わーって GATC が出てきまして、でもこれ見ても全く意味不明なわけですね。で、これをどうするかというと、これの解釈、注釈が必要なわけです。まあ、それがアノテーションですね。で、実行すべき処理は2つで、1つは、遺伝子を遺伝子じゃない領域から分離して、遺伝子の塊で単位で、並べてあげる、遺伝子を列挙する、まあ、これがストラクチャルアノテーションと呼んでるんですが、遺伝子を見つける処理、ジンファインディングですね。で、次にやることは遺伝子の機能を予測してあげること、それぞれの、お魚が何をやってるかというようなことを網羅的に列挙する、この2つがあります。まあ、これがファンクショナルアノテーションになります。
で、全部遺伝子捕まえて、で、それぞれの、お魚が何やってるかっていうのを全部、理解して初めてゲノムの理解と言えるわけですね。で、ゲノムは読めるんですけど、ゲノムの上で我々が知りたい領域っていうのは、もちろんこの青い部分、レペティティブですね。レペティティブに興味がある人もいるんですが、大抵の人はこの遺伝子というやつに興味があって、これが、メッセンジャーになって、で、翻訳されて我々の体を形作る部品であったり、あるいはその中で働く工具になっているわけですけれども、この辺を計算機的に見つけていきたいわけです。もちろん一個一個実験やれば分かってくるんですけれども、とても真核生物がバカバカ決まってくるようになると、真核生物に何万もあるものを全部を、実験で収めるわけにはいかないので、推測しているということをやっているわけです。で、今何万も決まってるって言いましたが、生物学の情報爆発が起こってまして、2010年頃の代表的 NGS 機材というと454があって、 GA2 があって、ライフテックのソリッドがあったりするわけですけれども、その頃そういう機材でできるようになったことっていうのは、例えば1000ジェノム、人の1000人分決めちゃおうとか、アラビトプシスの1001分全部決めちゃおうみたいなものが動いていたわけです。でもこういうのも、これらは実はもう相当ディスコンになってます。454のディスコンですし、ライフテックのソリッドもディスコンですし、GA2 使ってるやつもいないだろうという感じですね。で、今時のシーケンスはバックバイオの RS2、これ下にありますけれども、でイルミナのハイセク4000であるとか、ウソウのナムコアのミナイオンであるとか、こういったものが使えるようになってまして、でこういうものは可能してるしになしたものは、3K ですね、3000種のライスのゲノム決めちゃおうとかですね、UK の、1万人分のゲノムを決めちゃおうとかですね、あるいはゲノム 10K ですね、これはバーテブレット中心だったと思いますけれども、1万個ゲノム決めちゃおうみたいなプロジェクトが動いていると。で、1K だったのが、1桁上がって 10K になりつつあるのが、今の状況です。で、その他に、GGBN っていうのは、これはバイオバンクに収めてあるものを全部、シーケンスしちゃおうとかですね。で、これはシードボールとですね、種子保管庫にあるものを全部シーケンスしちゃおうというようなプログラムです。で、これらが動いてくると、 10K どころかもう1桁上くらいのものが、読まれるようになってくるというわけです。で、データ爆発が起こってまして、例えば、SRE グロースは SRE グロースでググってあげると、すぐこの絵が出てくるんですけれども、アメリカなんで、これちょうど今日、さっき撮った絵ですけれども、トータルで、14ペタで、オープンになってる、オープンアクセスですね、ヒューマン含まないオープンアクセスで我々が交換している部分としては 5.7 ペタ、ほぼ 5.8 ペタですね、の、データがアベイラブルになっているわけです。で、これらを、我々の間でぐるぐるしたり、あるいはいろんな人が使えるようにリサイクルするっていうのが我々の仕事なんですけれども、果たしていつまでできるのか、あるいはどっかで諦めるとしたら何をどこまで、やって、どこで諦めるのかみたいなところに来つつあるかなっていう気はしています。で、それはともかくですね、20年前のゲノムアノテーションの話をまずしますと、これは古い話、これ、2015年にも同じ話をしているんで、繰り返しになっちゃうんですが、1996年に私の出身の信頼で、アラビドプシスのゲノムプロジェクト今やってますよみたいな話をした時のスライドなんですけれども、白犬ナズナのゲノムをやっておりまして、で、アメリカ3チームで、ヨーロッパが2チームで、EU とフランスがあって、で、千葉県がやってますと。これ千葉の旗ですけれども、こういった紹介をしています。で、当時はホールゲノムショットガンじゃなくて、もうバラバラにして、バックや薬を並べて、で、バラバラにしていって M13 に、クローニングして、で、それを読んでつなげていくみたいなことをやっていました。で、1個1個ですね、これが1個が大体80キロぐらいの塊なんですけども、これを染色体でずっと並べていって、で、読むと、これずっと、その頃から使っているスライドだということが分かるんですけど、で、ブラストかけて、いろんなものにブラストかけて、で、プレディクションですね、tRNA のプレディクションかけたりですね、エットジン2 はこれはエクソイントロのバウンダリーですね、スプライスサイトの、予測ソフト、あるいはジーンストラクチャーを予測するソフト、エクソンを予測するソフトなどなどを使って、で、その結果を書き集めて表示してやって、あと全部人間が目で見て、これとこれがエクソンでこうつながるんじゃねみたいなことをやって、で、全部の、遺伝子を予測して、こういうのを作ったわけです。で、当時、こんなものを作ってるのバカみたいなんですが、当時こういうソフトがなかったので、ゲノムブラウザを自分で作ったりとかして、で、ここに予測されたものが並ぶよねって、こことここちょっと違うけど、どっちが本物らしいかなみたいなのを手で組んであげて、で、
全部目で見てで、ようやく、できましたと。で、オートマティックにやるところはもちろんこれ計算機分回せばできるんで、ハイスループットなんですけれども、目で見るところは、遅いよと。でもこれやらないときれいにできませんよねというような話をしていました。で、結局、これも全部それぞれの組織がですね、アメリカではタイガーというものですね、今のジョン、クレイグ・ベンターインスティテュートで、ヨーロッパ MIPS というところで、我々が、それぞれ自分が、私がやった領域を、アノテーションつけまして、2万6000ぐらいの遺伝子を全部予測したわけです。で、これ全部目で見てるんで、今見ても驚異的な精度で遺伝子が予測されてます。で、ファンクションの話になりますと、これ我々がやったやつなんで、全部で、4、5000で、さっきの2万6000と合わないですが、カズさんがやった分だけで見ると、何らかにシミュラリティがある、ファンクション、シミュラリティがあるものが60%で、アンノーンなものにシミュラリティがあるものが12%ですね。で、何にも他に、当時、2000年当時、他に何もシミュラリティがなかったものが、26%みたいな割合で、シミュラリティが見つかりました。で、どういうふうに名前をつけてたかっていうと、アイデンティカルだとそのまま名前を持ってきて、E バリューが E のマイナス100以下だと、やっぱりそのまま名前を持ってくるか、アンノーンプロテインに似てた場合はストロングシミュラリティとつけますよとかですね。で、そこそこの E バリューで50%が、似てたらなんとかライクとつけますよとかですね、シミラートゥーなんとかつけますよとかですね、こういうクライテリアを作って、もう自動的にバン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 名前をつけていったわけです。これやると、さっきの、名前の、無責任な、無責任な、なんだ、あるものに似てるから、あるものの名前つけて、それが何回か繰り返すとわけが分からなくなるっていうことが起こりがちなシステムですけれども、2000年当時はこんなことをやってたわけです。で、いろんなプログラムのアウトプットをエビデンスとして、総合的に評価しつつ、目で見て手で組むと、それで良い注釈ができますよみたいなことを20年前はやっていました。じゃあ今時はどうなんだっていう話なんですけれども、これ10月5日のセルに出た、ゼニゴケのゲノムの論文なんですが、大勢いて、私この辺にいるんですけれども、これの、データベースの作成と、アノテーションの改善もやろうとしたんですが、割とうまくいかなかったっていう話です。で、遺伝子はどうやって、予測したかっていうと、この、スターメソッドっていうところをセルの、サイトで開けてあげると出てくるんですけれども、こういうものを使ってます。パートランであるとか、パーサであるとか、エクソネレートですね。で、スイスプロットとピーファンパンサーに当てて、で、リピートマスカーでリピートかけて、リピートマスクして、で、婦人 SH と、ジェノムスキャンであるとか、それで、その結果をオーガスタスと、ブレーカー1でまとめましたよ。非常に普通のものを使ってますし、20年前から使っているものも、この中にちらほら見えるわけです。で、もう一つですね、先ほどのみかんなんですが、みかんはこれ、今インプレスでして、アブストだけが見える状態なんで、詳細は、言えないんですが、ここアブストに、書いてありますように、メーカー P っていう、やっぱりこのいろんな結果をインテグレートしてくれるツールを使って、遺伝子を予測していて、で、バスコっていうツールで、それが正しいかどうかみたいなのを評価しているわけです。だから、基本的にですね、この部分はですね、いろんなプログラムのアウトプットをエビデンスとして評価しつつ、それを、20年前は目で見て、人が目で見てたのを、今は計算機が、プログラムがですね、メーカーであるとか、そういったプログラムがまとめるといったことをやっています。で、変わってないですね。で、こういったものを、計算機がやるから、計算機がやるからってわけではないんですが、当然間違いがいっぱいあるわけで、じゃあ、生物学者がコミュニティによって、改善するプラットフォームを作って、じゃあ改善しようじゃないかということをやったわけです。で、マルカンティアゲノムっていうサイトを作って、で、これはゲノムの、遺伝子を再構成できるようなアポロっていうツールですね。これはこのエクソンとこのエクソンとこのエクソンをつなげて遺伝子にしますみたいな編集ができるツールであるアポロを用意して、で、遺伝子の、機能に関してはメディアウィキを全部の遺伝子について作って、さあ書いてくれって言ったわけですけれども、期待を下回る結果しか得られなかったわけです。で、なかなか皆さんもお忙しいのでできないんですね。で、こういうことをやらすのに必要なものは、あるいは強大な権力がある人がお前やれっていうか、
あるいは調整できる人たちが、じゃあ俺ここからここまでやるっていうふうにちゃんときれいに切り分けてやっていくか、あるいは人力ですね、人力でやるか、個人力いただくか、そういったことが必要になるわけです。あるいはお金とかそういったものが必要になるんですね。そういうわけで、さっきのサイトは、早々に閉じちゃって、論文が出たところから、我々はスタートして、先進ゲノム支援の研究員のうちにいる2人で、ちょこちょこ改善していこうかなっていうフェーズになっています。で、もう一つ、シアノベスっていうのを、シアノバクテリアを96年に決めてから、20年以上やってるわけですけれども、これは、シアノバクテリアのゲノムデータベースです。で、1996年に最初に決まって1個の、ゲノムが入っていて、2007年に5つに増えて、2010年に39入れて、で、おととしと1376という数のゲノムが入ったわけです。今、どんどんゲノムが決まってるんで、こういうことになるわけですが、で、我々が統合データベースの、事業でやっていたこととして、それぞれの遺伝子に言及した、文献というものを人手で貼り付けて、貼り付けていくというような、事業を行いまして、これは後ろにいらっしゃる金貝さんなんかにも参加してやっていただいたんですけども、これはもうキュレーターを雇って、やっていただくという、力技で、やったわけです。で、当時我々が言っていたのは、ソーシャルゲノムアノテーションみたいなことを言ってまして、それぞれの、遺伝子に最初にアノテーションがついてるんですが、なんかおかしいよって思ったり、論文出したよみたいな人がいたら、その人が、どん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 、書いたり書き込みができるシステムを作ったよ、で、こういうふうに炎上したりすると面白いよねみたいな話をしていたんですが、なかなかやっぱりそうはいかないですね。これ用意して、公開してましたが、基本的にはやっぱりみんな雇った人が貼り付けてくれるっていうシステムで、なかなか自主的に書き込んでくれるっていうことは、できなかったわけです。でも、これ統合アノテーションの活用例といって、統合データベースプロジェクトで宣伝してたやつなんですけれども、論文キュレーションプロジェクトをやりました。で、それからコミュニティアノテーションのプロジェクトとして、一つの根粒菌を、みんなでアノテーションしましたよとかですね、これ某藻類って書いてある、これはもう出てるんでいいんですけど、クレブソルミディウムですね、車軸藻のコミュニティアノテーションを行いまして、出したりしていました。でも、この辺が、これどれを見ても、これは雇った人たちがやってますし、これはコミュニティがエイヤーとやっていたりするので、全然ソーシャルじゃないですね。お金を使うか、あるいはコミュニティが今度ってやるみたいなことになっていて、これはなかなか、ソーシャル、ゲノムアノテーションをソーシャルにするのは難しいなっていうのが、ここ数年というか、最初から分かってたことなんですが、分かってきたわけです。で、シアノベースは、去年2017年、今年か、が、20周年なので、藤沢さんが K を作って、で、私が、後ろにいるんですが、これに挟まれてる人たちが、若手の人たちですね、いろんなところで准教授やってたり助教やってたりする若手の方が分担して、3200ぐらいの遺伝子全部見直してくれました。で、これで、きれいにアノテーションがつき直した、リファレンス、きれいなリファレンスができまして、それでまた、全体を見直すみたいなことをやっています。で、これは何ていうか、調整力のある人たちが頑張ってくれた例ですね。そうやるとうまくいくということです。で、その成果がですね、ここにありまして、TFIRST っていうですね、微生物の、アノテーションをつけるキラーアプリと私は勝手に名前をつけてるんですが、その成果がここにありまして、すごくきれいに、キュレーションされたデータを使って、再アノテ、他のシアノバクテリアのアノテーションができるみたいな経緯ができてます。で、何が必要かって当たり前なんですが、いいパイプラインがあって、それからいいリファレンスがないと全然アノテーションがダメですよねという話で、あとは若い者からですね、シアノベースに関しては藤沢さんが話してくれると思いますし、 DFIRST は谷沢さんが話してくれると思います。すいません、ちょっと長くなりました。以上です。